おはようございます。私の方から一点まずご報告申し上げます。冬の間の節電の問題でありますけれど、2013年の冬季の、電力需給対策として、来週の月曜日、12月2日から、3月31日の月曜まで、沖縄を除きます全国で、数値目標を伴わない、一般的な、節電期間に入ります。なお北海道については一般的な節電期間に加え、再来週の月曜日、12月の9日から3月の7日金曜まで 6% 以上の数値目標付きの節電期間に入ります。国民の皆様には現下の電力事情に鑑み、節電へのご協力をお願いしたいと思っております。政府としても可能な限り供給力を確保するよう各電力会社に要請するとともに、自治体とも連携して節電に必要な情報の提供など適時適切なきめ細かい対応に全力を尽くしてまいりたいと考えております。私の方から以上です。幹事社の NHK の豊田です。よろしくお願いします。まず最初は車体課税の見直しについて、昨日自民党の税調でですね、消費税が 10% になる時のですね、自動車取得税をなくす代わりに自動車税の燃費性能に応じた課税という案が出されたと聞いていますけれども、この減税して増税するみたいな非常に複雑な制度のようにも見えるんですけれども、まずこの政府案について、昨日出された案について大臣のご紹介をいただきたいと思います。政府ということじゃないんだろうんですけどね、やっぱり税っていうのはシンプルであり、そして今、ユーザー負担の軽減というものが極めて重要だと思っております。経済産業省としてはですね、平成25年度の税制改正大綱や、今般の与党税制大綱を踏まえて消費税 8% 段階での自動車取得税の 3% 引き下げ、そして消費税 10% 段階での廃止、さらにはエコカー減税の拡充等を求めていくことにしております。平成26年度においては自動車取得税の 3% 引き下げやエコカー減税の拡充など2500億円の減税を要望しているところであります。また軽自動車についてでありますけれど、軽自動車は特に地方においては通勤通学や買い物に欠かすことのできない日常生活の足として活用されていることから、軽自動車税につきましてユーザーに追加的な負担が課されることはないよう、しっかりと対応してまいりたいと考えております。次ですけれども、TPP ですけれども、1日に USTR の発表でフロマン通商代表が来日するということで、甘利大臣や多分茂木大臣とも会われるように出ていますが、最近そのアメリカもかなりその年末の年内合意ということで、かなりそういう関税撤廃を日本に求めていたりとかですね、かなりその交渉のスピードを早めているような印象があるんですけれども、こういうアメリカの姿勢を大臣、どのように受け止められるのかということと、日本政府として年内妥結に向けて、どのような交渉で臨むべきかというのをお伺いしたいでしょうか。1日の日曜日にお会いすることになると思います。おそらく TPP の問題、そして2国間の友好交渉の問題、さらにWTO の問題についても議論することになるかと思いますが、年内合意と。これは12カ国間の首脳でも合意をされているところであります。そして先日のですね、首席交渉官会議でもかなり論点というのは絞られてきたと。それについてですね、さらにまずアメリカとの間で突っ込んだやり取りができればと、それをシンガポールにつなげられればと、そんなふうに思っております。幹事から以上です。各社どうぞ。すみません。朝日新聞の大鹿と言います。この1年間を振り返る時期にそろそろなろうとしているんですが、この1年間その福島第一原発 の汚染水対策で国は随分前進した、国が一歩前に出てきたという印象を受けるんですけれども、その大臣からご覧になってですね、これ国が一歩出ないとならんなと、東電任せにしちゃできないなといけないなというふうに思うようになった、その一番の
エピソードというかですね、一番のきっかけはどの辺でしょうか。ネズミで停電あったりでしょうか。あのこの1年間を振り返るとですね、まあ、我々は最初に取り組みましたのが、どんなことがあっても、まあ、経済の底割れを起こしてはいけないと、まあ、いうことからですね、緊急経済対策、まあ、10兆円の補正を、まあ、組みました。そしてご案内のとおりアベノミクス3本の矢と、大胆な金融緩和、そして機動的な財政運営、そして民間投資を喚起する成長戦略、矢継ぎ早に対策を打ってまいりまして、その成果はデフレからの解消、そして過剰な円高の是正、さらには GDP の成長率もですね、4四半期連続でプラス、あの大きな効果が上がっていると思っております。たださまざまな分野で、まあ、積み残されてきた、まあ、課題というのもあるわけでありまして、そこの中の大きな一つがですね、廃炉汚染水対策、そして、福島の復興の加速という問題だと、まあ、そんなふうに考えております。1月に私はですね、福島第一原発視察をいたしました。おそらく閣僚としてですね、建屋の中に入ったのは私が最初だと思います。1号機から4号機までですね、見て、それぞれの号機ごとに、まあ、状況が異なると、こういった中でですね、それまでの廃炉に向けたロードマップ、全体を一緒に作っておりましたんで、号機ごとに、見直してですね、廃炉についても加速化を進める必要があるということで、6月にはロードマップの改定も行いました。そして今月4号機についてはですね、燃料棒の取り出しが始まったと、一つ一つのですね、作業というのは進んでいる部分もございます。汚染水につきましてもですね、これは前政権東電任せと、こういう状態が続いていたわけでありますけれど、もう4月の段階でですね、汚染水処理のですね、対策の委員会、これを作りまして、5月の30日にですね、緊急対策、抜本対策、こういったものも進めてですね、例えば海側におけます水ガラスによります地盤の改良でも改良の問題であったりとか、地下水のドライン、一つ一つのですね、作業というのは進めてまいりました。ただ夏ごろに入ってですね、やはり、トラブルというか、まだ個々の事象については例えばタンクからの汚染水漏れがあるとかですね、問題が続いておりました。やはり国が前に出てですね、この汚染水対策全体についてもしっかり取り組む必要があると、こういう思いを持ちまして、9月の3日にですね、減災本部で3つの基本方針、そして10日にですね、アクションプラン、こういうものを作り上げました。そしてそれを今実行しているところでありますけれど、さらに潜在的リスクがどんなところにあるかと、またアクションプランで行っておりますですね、さまざまな対策がもし十分な効果を発揮しない場合のですね、バックアップの体制と、こういう予防的な対策、そして重層的な対策、こういったことを取るということにしたわけであります。そういった意味においてですね、汚染水で申し上げれば、春ぐらいからもう国が対策について検討しなければいけないと、こういう認識は持っておりました。そしてさらにですね、そこの中で対策について全てを東電に任せるんではなくて、国が前面に出るべき部分、それについては前面に出ると、これは夏ぐらいにですね、ある程度方向として考えていたことであります。やっぱり一番のきっかけはやっぱり停電というのは大きかったでしょうか。必ずしもそれではありません。何かそう、これが時間も限られておりますね。質問ごとにいるでしょうね。個々の事象で考えますけれど、その総合的な、集積として考えました。ネズミがうんぬん、どこがうんぬんということではありません。はい、テレビ朝日吉野です。
自民党の東日本大震災復興加速化本部から、その加速化案が提示されまして、もう 1ヶ月ぐらいになるんですけれども、まあ、これはこれを受けて政府の何らかの決定をされるのかということと、それからその日程感などありましたら教えてください。1ヶ月経ちますか。11月31日取りまとめです。10月31日に取りまとめました。提言を持った後でしょ。はい、そうですね。立たされた、はい、12日の閣僚懇談会で、総理の方からですね、提言をしっかりと受け止め、着実に、対策を進めたい、関係閣僚は直ちに、ま、検討に、着手してもらいたい、こういう、ま、指示がありました。早急に取り組んで、いく所存であります。経済産業省としてもですね、福島復興のさらなる加速に向けて、どの分野にですね、財政措置が必要か、また今後の実施体制をどうしていくかと、こういった、まあ、具体的な対応策の検討を進めております。現在協議中の補正予算等においても必要な対策は取ってまいりたいと考えております。はい、この読売新聞の滝沢ですが、今日で日中間の FTA の交渉が終わるわけですけれども、中国が防空識別圏設定するなどの状況からですね、どのような進捗を期待できると考えておられますか。日中間の FTA、まあ、火曜日から始まりまして、今日が最終日ということになりますが、中国もですね、日中間の FTA 交渉の、まあ、重要性については十分な認識を持ちながら、積極的な姿勢で交渉に臨んでおりましてですね、今回の会合でもですね、その姿勢に変化はないと、こんなふうに思っております。RCEP よりは前にまとめるということに、おそらくスケジュール感的にはなってくるんだと思いますが、互いに国益をかけた交渉でもありますので、今後の進展、予断できない部分もありますけれど、包括的かつ高いレベルの協定を目指してですね、早期妥結に向けて最大限取り組んでいきたいと思っております。はい、自由通信社の高橋と申します。はい、よろしくお願いします。今朝の日経新聞に、東京商品取引所とアメリカの CME グループが業務提携に向けた交渉に入ったという報道がありまして、こうした動きに対する大臣のご質問をお聞かせ願います。はい、基本的にはですね、悪い方向だと思っておりません。東京商品取引所が、まあ、シカゴのですね、商業取引所グループ、CME に対して協議を行っていると、まあ、このことについては承知ももちろんいたしております。こういった国際連携を通じてですね、例えば LNG の上場を含めてですね、日本の商品市場の、まあ、活性化が図られていくことを期待したいと思っております。よろしいですか。それではこれで終わります。Thank you.